まず、UI デザインをするには、初めに情報を構造化します。構造化するには、フローを書いて情報を構造を整理します。で、フローというのは、人がシステムを使うときの行動ですとか、具体的な操作とか、対象となる画面とか、そういったもののつながりを流れで記載したものです。フローの書き方の基本としましては、基本的には一方時間軸、で、もう一方をシステムの特徴で区別します。この縦軸に関しましては、システムの特徴になるので、システムによって分け方が異なります。例えば、基本操作と応用操作という分け方もありますし、操作の頻度で分けるとか、そういうものもあり得ます。そこはシステムの特徴、そういった特徴が特に顕著なものであれば、そういった分け方をするというようなものになります。あとは、時間軸を大まかな工程で区切ります。例えば、起動、モード切り替え設定とか、そのように区別します。あとはこの中に具体的な項目をどんどん書いていくと。で、それが操作であれば操作を書くし、画面であれば画面を書いていくというようなものです。情報の構造化をしながら、画面の設計のレイアウトも同時に考えるというやり方になります。で、レイアウトに関しましては、基本的に意識として持っておいていただきたいのが、レイアウトするというのは、きれいに配置するということではないですと。単純にきれいに置けばいいわけではないです。レイアウトするというのは、関係性を可視化するということです。それはつまりどういうことかというと、見る順番がわかるとか、情報の構造がわかるとか、あとは操作の手順がわかるとか、ユーザーが対象のものを見たときに、これはこういうふうに使うんだなっていうものがちゃんとわかるようにレイアウトすると。それがレイアウトです。